こんにちは、ラムダです。人に見られてはいけない取引が必要な時ってありますよね。しかし何も考えずに取引を始めてしまうと第三者に見つかってしまい、しまったとなってしまいます。そこで今回はスマートに取引の秘密を守れる装置を作ることにしました。コンセプトは単純です。このリードスイッチでアタッシュケースの開閉を検知して、蓋が開いたら部屋のロックやカーテンを閉めたりします。毎度おなじみのラズベリーパイという小さなコンピューターにセンサーを接続して、センサーの出力に基づいてネットワークにつながっているデバイスを制御できるようにします。 Wi-Fi で通信できるのでバッテリーをつなげてやれば完全に独立して動きます。あとはいい感じにカバーすれば見た目もそんなに違和感ないですよね。さて今回もスイッチボットさんからいろいろご提供いただきましたので、スマートリモコンとスマートカーテンを使って秘密を守れる部屋を作ります。スイッチボットカーテンは名前の通りカーテンを動かすためのデバイスです。こんな感じでカーテンレールを自走して自動開閉を実現できます。位置を記憶しておくこともできるので良さげに調整しておきました。スイッチボットハブミニにテレビのリモコンを学習させて、いつでもホワイトノイズを流せるようにしました。これで音の秘匿性も抜群に上がります。またスイッチボットは公式が API を公開していて、自分でプログラミングしてコントロールするのがすごく簡単です。他にもスマートロックや演出で照明の色を変更するなど、仕様を決定したらプログラミングができる友人を用意してコードを書かせて完成です。この装置を使えば見られてはいけない取引でも安心です。アタッシュケースの蓋が開くと照明の色が変わり、カーテンが閉まり始めます。テレビがついてホワイトノイズも流れました。もちろんこの間にロックも閉まっています。これだけの配慮を見せればきっと取引もうまくいくでしょう。ぜひ皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。